こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作る料理は柚子胡椒焼き鳥飯を作ります。材料の紹介です。お米1合、柚子胡椒、布袋の焼き鳥塩味2缶、これで作ります。メスティンにお米1合と水 200cc ぐらいを入れました。この状態で30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れます。柚子胡椒を入れます。適当ですね、適当。はい、こんぐらい入れました。かき混ぜます。焼き鳥を入れます。こんな感じになってますね。美味しそうですね。1缶目、2缶目、具を入れました。焼き鳥2缶と柚子胡椒を入れました。これで炊いてみます。最初は中火で7分、その後弱火で3分です。これでしばらく待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。弱火にしました。これであと3分待ちます。弱火にして3分経ちました。ここで火を止めます。止めました。これであと10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。開けます。なんだこれ。おお、硬いなこれ。なんで、なんでこんな硬いや。あれ？もう取れた。開けます。おお、いそうですね。おー、取れてる。完成しました。柚子胡椒焼き鳥飯です。香りがね、いいです。柚子胡椒の香りがしてきます。焼き鳥のね、香ばしい香りと柚子胡椒の香りですね。香りはいいです。じゃあご飯を作ってみます。ご飯はこんな感じです。ああ、いい感じですね。ふっくらしていい感じのご飯ですね。おこげはついてませんね。でもご飯はね、ちょうどいい感じに炊けました。では、いただきます。ご飯からいただきます。うん、美味しい。柚子胡椒味のご飯。ほんのり塩味。うん。美味しいです。じゃあ焼き鳥、焼き鳥いただきます。うん。焼き鳥美味しい。柚子胡椒味、あと香ばしいですね。うん、うまい。いや、布袋の焼き鳥うまいわ。うん、ちょうどね、ご飯の硬さがいいですね。柔らかすぎず硬すぎず、ちょうどいいご飯です。うん、うまい。いただきました。いや、美味しかったですね。柚子胡椒味の美味しいご飯でした。まあ、ちゃんとね、こう柚子胡椒の味と香りがご飯に染み込んでました。あとこの焼き鳥もね、香ばしくて美味しかったです。
まあ、全体的にほんのり塩味でね、こう、塩の旨味が染み込んでて、美味しく食べられました。美味しかったです。あとはね、ゆっくりいただきます。これで、ごちそうさまでした。